お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。皆さんご存知の通りですね、私生ものがあんまり得意じゃないんですけど、特に生魚ですね。生魚がすごく苦手な食材のうちの一つで、前ね、あの朝ごはんの回でタニアンが作ってくれたたたき丼とかね、ああいうのは食べれたと。ただ自分でね作って食べたことがまだなくてですね、はい、なので今日はですね、マグロ丼を作って食べたいと思います。今日はですね、マグロをミンチ状にしてですね、それを乗っけてマグロ丼を作って食べてみたいと思います。まあちょっとなんかね、魚だけとかだとちょっとほんと自分のね、魚を扱うスキルが不安なわけですよ。なんかちょっと身をね、細かくしてちょっとネギとかを混ぜてね、はい、マグロ丼にしてみたいと思います。今日はでっかいマグロ丼です。見てね。じゃんでいきました。私的マグロ丼と、あとお吸い物ですね。こっちでね、卵黄を使ってて、卵白余ってるんで、こっちに余った卵白こっちに入ってます。はい、ちょっと普通ね、マグロのたたきみたいなのをするときは包丁でわーっていっぱい叩かないといけないと思うんですけど、めっちゃ手抜きでフードプロセッサーでやりました。はい、でも見た目はそれっぽい感じで、ただ本マグロとかじゃないでね、キハダマグロと、なんだったかいな、ビンチョウマグロかな、を使ってるので、割と色が白っぽいです。はい、それではドキドキのマグロ丼食べてみたいと思います。いただきます。ちょっと醤油もね、めっちゃいっぱいあるんだけど、これ全部は多分かけませんね。なんか他のことにも使おう。ご飯の分量はすごく多いから、ご飯に助けてもらえるはず。じゃん、こんな感じです。いただきます。うん、あ、いい感じかもしれん。美味しい。これ
ぱあのお魚の独特の食感がねこう細かくなってるからねちょっと柔らいで食べやすくなってますね。うん、やっぱ酢飯があると食べれる。うん、おいしい。ちょっとマグロ多めでいきます。な、おいしい。このね、マグロの身がね、なんかこう結構もうホワホワになってるんですよ。あの叩いてというか、あのフードプロセッサーですごい細かくなってって、なんかこうご飯といい感じにこう仲良くなって美味しいです。ねっとりしてます。ごまがいい感じ。ごまの香りも美味しいな。このね、マグロの中にネギがあるのも結構いいです。風味と食感が出てね、美味しいです。シソも美味しい。シソの風味がまた合いますね。とスープも。いい汁。具はね、キャベツと人参とわかめ、あとたまにお麩がいる。このお醤油もいいかも。ちょっと甘くてね。それでは恒例の TT 卵タイムをやりたいと思います。いきます。なんかあんまりとろーりな感じじゃなかったな。ちょっとお醤油として、お、卵とマグロが乗ってます。うまい。すっごい濃厚。うまい。ちょっとね、このマグロが赤身だったので淡白だったんですけど、卵の黄身があるとすごいこってり濃厚になりますね。美味しい。いただきます。はい、ここでまたですね、味変したいと思います。前ね、あの朝ごはん食べるよの回でタニヤンがですね、海鮮丼にあのごま油を入れてくれてたんですけど、あのわかめをごまで炒めたやつ入れてくれたり、あとそのたたきの方かなにはもうごま油をそのまま混ぜてくれてたっていうのがあって、ですごい食べやすかったんですね、お魚が。なんで今日はですね、ちょっと未知な感じなんですけど、ごま油をちょっとかけて食べてみたいと思います。どんな感じになるかな。淡白だから油が足されていいんじゃないかなって思うんですけど、めっちゃいい匂いしてる。ちょっとじゃあいただきたいと思います。ごま油で味変したやつです。美味しい。美味しい。あ、進むね、これ。ご飯が進みますね。なんだろう。なんかこう、多分なんですけど、このごま油のごまの風味がね、魚のちょっと嫌なところをうまく隠してくれる感じがする。うまっ。
最後のマグロ丼です。ごちそうさまでした。はい、マグロ丼とお吸い物完食です。純和食っていう感じだったんですけど、いや美味しかったです。なんかなんだかんだちょっと最初不安だったんですけど、なんかちょっと食べきれなかったら嫌だなとか、人が作ってくれた海鮮丼とかはね、ずっとここ何年かは食べれたんですけど、自分で作るっていうのがまずなくて、ちょっとね今日はドキドキだったんですけどはい、無事ですね。自分が作った海鮮丼も、海鮮丼というか、まあ、今日はマグロ丼だったんですけど、はい、自分が作ったマグロ丼もですね、なんと美味しいなって思って食べることができました進歩しました。私一つまた家で作れるもののレパートリーが増えたなと思います。はい、今回はねマグロ丼だったんですけど、ちょっとね本当なんて言うんだろう、なめろうとかああいうのもやってみたいなと思ってます。なんだっけ、昔なんかの番組でね、なめろう丼みたいのがあって、最後それをお茶漬けにして食べてたんですよね。なんかそれをね家でやってみたいんですけど、やっぱその青魚っていうハードルが私には高くて、生の、はい、でもまあこれを機にですね、はい、もっともっと生のお魚にもどんどんチャレンジしていきたいと思います。それではお腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回はマグロ丼でしたね。自分で作ったね海鮮丼がこんなに美味しく食べれるとはっていう感じだったんで、これからももっとお魚ちゃんたちもたくさんレパートリーに加えて食べていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。